どうも、ありがとうございます。今回はね、勉強系全く関係ないんですが、皆さん自身もそうですし、できればね、家族の人ともシェアしてほしい。多分家族の方にもね、かなり関わる内容だと思うので、ぜひ最後まで見てってください。っていうか、私怒ってますよ。本当に。あ、みんなに怒ってるわけじゃないですよ。ちょっと先にメールを見てください。ちょっとメール貼りますね。で、これ、今日の昼に届いたメールなんですけど、ちょっと簡単に読みます。e-tax をご利用いただきありがとうございますと。この e-tax が何かっていうと、税金をね、確定申告とかで、まあ、いろいろこうね、収入がこれで、経費がこれで、みたいなのをこう、打ち込んでいくんですよ。で、それを打ち込んで、自分の税金をまあ、確定させる。これだけ払ってくださいね、っていうのを決めるのが、それを電子でね、やるのは e-tax っていうんですけど、まあ、それをご利用いただきありがとうございますと。で、下手に出てきたかと思えばさ、あなたの所得税、括弧または延滞金法律により、まあ、所得税法律って何って、まず税金の税もね、変換違うからね。により、計算した、これ、なんだろうな、何についてかわからないけど、これまで自主的に納付されるよう催促してきましたが、で、一回もされてないし、まだ納付されておりません。もし最終期限までに納付がないときは、税法の決めるところにより、不動産、自動車などの登記登録財産や給料、売掛金などの、これ債権か、地権かなわかんないけど、差し押さえ処分に着手いたします。あーだこうだ書いて5万円払えと。で、支払うためにはこのリンクをクリックしてくださいねっていうのが来たんです。で、今日たまたまですね、午前中にうちの税理士さんと打ち合わせしてたから、もうすぐ帰ってね、今日来てたからさ、もう税理士さんに連絡してこれどう思いますって言ったら、詐欺ですね、みたいな感じだったんで、もちろんクリックはしなかったんですけど、私以前ですね、私au 使ってるんですけど、スマホ。au のやつで同じようなの来て、私一回騙されてるんですよ。同じようなやつで詐欺にあって、1万円持ってかれたんですよね。au ウォレットに入ってた、なんかポイントで貯めた1万円ぐらいかな。がすっからかんなってて。まあ、騙されちゃったことがあるんですけど、で、今回ね、この e-tax 見てもさ、みんなは別に、何これって思うじゃないですか。で、知り合いに聞いたら、メルカリとかさ、みんな使ってる子いると思うよね。俺ちょっと使ったことないんだけど、みんなが使ってるものに関するこういうのめっちゃ来るそうなんですよ。ちなみに今まで俺が来たことあるのは au でしょ ?au ウォレット、今回の e-tax、で、高速道路を運転するときに使う etc カード、あと amazon。amazon の警告も来たことある。あなたのアカウントが停止されますから、こっから手続きしてくださいってリンク貼ってあんのよ。で、そこで押しちゃうと、個人情報とかデータ持ってかれるみたいな風になっちゃうのね。だからみんなも、その俺がね、普段来たことないやつで来る可能性がある。例えば、メルカリとか、まあ、ちょっと俺詳しくないけど、なんかね、いろいろ話を聞いてたらさ、その、子供たちが個人でやったりすると、例えば、なんか、親に言うとまずい怒られるかなっていうんで、自分で解決しようと思ってクリックしちゃうんだって、焦って。いや、わかるんだよ。で、しかも俺さ、au の時なんで騙されたかって、ちょっとね、ちょっとなんか、言い訳がましくなるんだけど、au のさ、公式の、なんだ、マークあるじゃん。au の。あれがさ、ちゃんと貼ってあんのよね。で、今回はそのマークとか e-tax ね、今メール出すけどないけどさ、一番最後に、発行元国税庁とか、で、コピーライトが書いてあるでしょ?それっぽいこと書いてあんのよ。でさ、公式マーク書いてあった時に、あ、もう信じちゃって、俺。あ、やばみたいな。で、しかも au のやつさ、結構なんか、ないがしろにしてたからいろいろ、あ、やべ、なんか登録忘れてんのかなとって押しちゃったんだよね。で、押して先で、なんかいろいろ登録しろって書いてあったから、あ、やべえって、騙されたと思って、速攻で切って、で、もう夜遅かったから、電話なんか問い合わせが聞かなくて翌日に問い合わせしたんだけど、そこでなんか全部アカウント切ってもらったけど、ウォレットが全部1枚抜かれてたのね。あ、もう速攻だった。なのでみんなも、こう、被害に遭ってからじゃ遅いし、被害に遭ったかもと思ったらもっと相談しにくくなるでしょ。なので、ぜひですね、こういったものがあるんだって、もう簡単に来るからこういうの。悪い奴がいっぱい考えてんのよね。なので、騙されないようにね、してほしいなと思って、今回ね、動画撮らせてもらいました。今回のケースだけじゃないけど、世の中に悪いこと考えてる人はいっぱいいるからね。まあ、その分、いい人もいっぱいいるから、まあ、両極端いるんだけれども、いっぱいいるから、騙されないように。ね、ちなみに俺大学の時に、宝石関係で100万円詐欺られてるので、はい。ね。気をつけましょう。本当に。いいこと何もないからね。高い勉強だった、社会勉強だったなと思って、俺はポジティブに考えてるけど、みんながその経験をする必要はさらさらないので、なので気をつけてください。そしてね、e-tax に関してもそうだし、まあ、みんな自身に関係あるのは多分メルカリとかアマゾンだと思うんだけど、親御さんとかで、例えば e-tax で、仕事柄使ってる方とか、etc とか、まあ、いろいろあるからさ、こういうのが来るらしいよって気をつけてねって、いや、そんな知ってるよってなるかもしんないけど、一言さ、息子、娘のみんなが言うだけでも、お父さんお母さんの危機回避もできる
るでしょ、ね、額がいっぱいいっちゃうこともあるから、俺みたいに100万騙されることもあるからね。なので注意してほしいなと思って飛びました。はい、ぜひね、家族とか友達とかにもシェアしてみてください。はい、ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。